今回アルビレックス新潟に、対談ということで来させていただいてんですけど、田中達也選手です。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりです。ね、めっちゃ久しぶり。達也選手っていうのも違和感あるけど、うん。もう、若い頃、なんだっけ、アンダー、オリンピック代表か。オリンピックとか、もう一番最初あれじゃないですか。アジア大会とかじゃないですか。あ、そうだ。釜山でやったやつ。うん、俺大学生だったよね。夏さん来てた、多分。ね。そう、その時。もうそんくらいからのね、付き合いで。で、今、浦和レッズ、その、浦和レッズから、ここ新潟です。新潟だよね。はい。うん。で、今プレイされてて、という、こういうご縁でちょっと、お話しさせていただくんですけど、はい、達也は、まあ、キャリアで言えば結構輝かしいレッズでいろいろタイトル取ってるでしょ。でまあ取らせてもらってますね、はい、いろいろ ACL とか取ってるし、他は何だリーグも取ってるでしょ。とナビスコ、まあ、ルバーですけど全部取ってじゃん、はい、天皇杯も取ってるでしょ。だって天皇杯そうですね、今日結構怪我してて、天皇杯はフルで活躍した試合はそんなないかもしれないですけど、まあ、でもキャリアで言えばもう全部一応国内で取るのは取ったり、はい、日本代表にも選ばれてっていう、輝かしく見えるんですけど、まあ、達也の中でやっぱ怪我っていうのが一つの自分の中でも分岐点だったでしょう、はい、なんか自分の中で大きな、ね、なんていうのターニングポイントでもあったじゃん。まあ自分自身はそんなに意識してないんですけど、うん、結構周りの人には、うん、まあ怪我で少しもったいない時間過ごしたねとかは言われますね、うん。で、その怪我っていう意味でやっぱいろいろさ、怪我って選手つきものだと思うの、はい、で、大なり小なりみんなあると思うんだけど、達也がその時にどう受け止めてどうやってこう乗り越えたかっていうのを、はい、ちょっと教えてもらいたいんだけど、まず怪我しないって一個才能だなと僕思ったり、うん、怪我しない人って本当しないじゃないですか。まあしないね、確かに、まあ、それはなんかこう十何年やってきて、うん、そういう選手見るとおすげえなっていうふうに思いますね。あとは自分自身なんか怪我ってネガティブなものだと最初捉えてたけど、うん、それ自分の考え方次第で、うん、まあ、ポジティブにしていくのは本当自分次第だなと思います。うん、正直辛かった怪我した時。最初マジで辛かったですね。その大きい怪我した時は、うん、めちゃめちゃ辛かった。はい、もう。まあ、1回目大きい怪我した時はもう本当サッカーできるのかなっていう、うん、あ、うん、ぐらいだったぐらいやったけど、うん、周りのドクターとかがすごい支えてくれて、うん、なんですかね、医療的にすごい細かく説明してくれて、うんうんうん、あ、まだまだやれるんだって、まあ、そういうそこはすぐ切り替えることができましたね。あ、そうなんだ。あんまり引きずるタイプじゃない、自分の引きずるタイプじゃないですね、うん、結構楽観的に。楽観的に、うん、ああなるほどね。だけど、まあ、楽観的な達也でもやっぱちょっとその時はそうですね、1回目の大きな怪我の時はそうですね。ああ、そうなの。逆にさ、怪我する、怪我っていうかいっぱいすると思うね、スポーツしてる人、はい、達也からこう、アドバイスじゃないけどこう、なんて言うんだろうな、伝えるんだったら、あ、どう、達也なりでいいんだよ。俺なりでいいですか。そう、達也なりで全く根拠ないけどいいですか。全然いい、全然いい。でも一番大事なのって睡眠だと思うんですよ。うんうんうん、うん、例えば肉離れとかだったら、うん、いい睡眠取れれば、うん、ある程度怪我減らせるんじゃないかって自分で何の根拠もなく思ってます。だから、うん、寝る時間とか起きる時間って、うんうん、すごい規則正しくしようとはしてます。こだわってんだ。まあ家族もいるし、うん、まあ、自動的に早くはなるんですけど、うん、まあ、それでやりだして結構体には、うんうん、いいなと思ってます。これはまあなんか、まあ、よくね、睡眠と食事とかよく言うじゃん、はい、でもプロ長くやってきてこう違ったこの感覚みたいなのあるでしょ。そうですね、うん、そこでは睡眠はなんかすげえ大事だな。怪我するときって、うん、まあ、体調子いいときとか言うじゃないですか、うん、肉離れとか、うんうん、まあ、それももちろんあるのかなとは思うけど、うん、その中で睡眠っていうのにすげえこだわってやってなくて自分も、うん、それをこだわり始めて、まあ、そういう肉離れも少し減ったかなと思います。うん、気持ち的にはどう？気持ち的にはどうやってそうやって乗り越える？周りの支えはもちろんあるんだろうけど、こうなんか気持ち的にどうですかね。まずしっかり受け止めるところじゃないですかね。なんか早くやりたいとかもちろんあるし、はいはいはい、うん、なんかサッカー見たくないとか、うんうんうん、その時はよくあるじゃないですか。あるね、あるじゃなくてまず自分が怪我してしまったってことを受け入れるというか、うん、そこから始めれば意外と、うんうん、すんなりなんですかね、怪我とも
共にじゃないですけど向き合って向き合って、うんうん、なるほどね。それはなんか何回もやって思いました。結構してる怪我ちょっとちっちゃいな。結構してますね。あそう、はい、だからレッツにいた時とかは、うん、なんかふざけながらですけど、うん、達也もう半分休んでるよあそうなの。あれです何キャリアの半分休んでるなっていうのを先輩に言われて、うん、いつも笑ってました。あそう笑われてました、そんぐらい多かったですね。達也って言ったらもうドリブル代名詞だから、もうドリブラー、もうドリブラーっていうかもうすごいから仕掛けがなかなか日本でもあのね、そうすかね、そんなに仕掛ける人いないぐらい仕掛けるっていう俺の印象ね、うん、そうだからでも特にドリブラーだったら接触とか絶対多いじゃん、はい、削られることも多いし、ね、だからちょっと言葉に力があるよね、うん、だ結構言われたのはいろんな監督に、うん、外国人のオフトとかによく言われたんですけど、うん、そう言って接触、まあ、もちろんするじゃないですか、うん、まあ、しないようにじゃあどうするのっていうのはすげえ言われて。あそういうことね、はい、そう言って体こう例えばポストプレーでこうガッて押さえたりするじゃないですか、うんうん、で達也そんなことしなくていい、うん、でお前どうやってじゃあぶつかんないようにするんだったら前向いてどいてもらうのって、あそれをすっごい言われて、へだから接触というか、うん、そういう体がこうぶつかるプレーっていうのは、うん、自分自身すごい減らすような位置取り取ったり、なるほどなるほど、うん、っていうのも若い時に教わりました。あそれも怪我しない秘訣の一つだもん、ね、多分それも含めて多分そうやって指導してくれたんじゃないかなと思います。いや、これめっちゃいいことを聞いたもん。ですか？ドリブラーっていうか、やっぱさ、怪我するにもあのどうしようもない怪我もあれば、はい、ね、それで回避できる怪我もあるじゃん、はい、でやっぱ接触プレー絶対サッカーあるからさ、だからそれでさ、怪我するんだったらいいポジショニング取って、はい、ドリブルもさ、なんか今までその仕掛けてこう際どいところにするドリブルをちょっと考えるわけじゃん、はい、ここだったら足出てくるだろうなみたいな、うん、それでかわしに行くとかさ、はい、いやこれはすごくいい言葉をいただいたんで、まあ人それぞれさ、うん、あの怪我の乗り越え方ってあると思うんだけど、その達也もいろいろ怪我してきて、はい、まあ、今あのこう伝わった言葉っていうのは、もらった言葉っていうのはいろんな人に、まあ、全て当てはまるとは思わないけど、まあ、参考になることだと思うので、はい、またいろんなね、あのサッカーだけじゃなくてスポーツでこうやって目指す人にはいろいろ参考してもらいたいと思うので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。